男の金字塔。皆さんこんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。たくさんのご声援をいただきました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。松原さんじゃなくて僕ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。大きくなったな。はい。恐れ入ります。これも東北へ送らせていただきます。ごめん。そう言っとけばいいんですか。言っとけばいいんです。ありがとうございます。ありがとうございます。さっき申し上げましたように岩倉で新曲発表会、歌謡会にデビューしたんですから、はい、ね、これだけもう同じようにたくさんの人に集まっていただいて、はい、ね、覚えてますか。覚えてます。何年でした。2008年。9月の24日の日が僕のデビューの日なんです。9月24日、次の日に25日。そうでしたね。その時の司会はもちろん、あ、私ですね。じゃあ一つでもそれで彼のふるさとは、はい、どちらで、九州は熊本県、はい、熊本県の、はい、人吉というところ。人吉でございます。
はい、で人吉とこの岩倉でそれぞれ発表会を行ったそうですわけでございますが、はい、今回のその東日本大震災で、はい、あのふるさと、はいはい、あの震災があった後ふるさとへお帰りになったことありますか？あ、ありますね。どうですかその九州の皆さん方の反応という。やっぱり同じやっぱり日本ですから、はい、すごく心配もされてますし、うん、ただ一つその震災があった次の日にはですね、3月12日はあの新幹線が開通する日だったんですよ。九州でもつながるぞっていう。あ、なるほど。そのイベントがあったもんですから、ね、まあ、もちろんそちらの方は自粛という形で。あ、そうでしたか。でもあの九州の方にもですね、うん、その新幹線が通ってますから、はい、ぜひですね行っていただきたいなというのもありますし、うん、はい、まあ、あの本当にあのゴールデンウィーク始まりましたね、はい、ゴールデンウィークの初日にこの岩倉にお越しいただいたというのは、はい、本当に自粛ムードがいっぱいだなっていうそんなこともないですけどね、あのまあ菅総理も言っておりました、はい、本当にあの観光地へもっと出かけていただいて、そうですね、ね、はい、あの経済こう回転をうまくしてほしいということでございます、はい、今日、まあ、あのこれからこのショーが終わった後はすぐ夜行でも乗ってお出かけをいただきたいんでございますが、そうでしょ。そうです、そういうことです、はい、ふるさとのその人吉の良さっていうのはどんなところにあるんですか？やっぱり人吉というぐらいですから、はい、人がまずいいの間違いないです。人吉、あ、人がいい。で、自然がやっぱりいっぱいありまして、海はないんですけども山と川がありまして、はい、球磨川と言いました。球磨川、日本三大急流の一つって言われてますけど。ああ、そうですか。あとの二つはどこですか？分かんないですけども。あ、そうですか失礼しました、はい、ね、そういうところです。すごくいいです。あの焼酎とかが結構有名で、熊焼酎。あ、熊焼酎ね、はい、という、まあ、ふるさとでも心配されている方がたくさんいるということでございますが、はい、まあ、皆さんもそれぞれ今日お越しいただいた中には東北ご出身の方もね、いらっしゃるかもしれません、ね、はい、同じふるさとを思いながらこの曲をそれでは歌うことにしましょう。